ネットフリックスオリジナルだ。そうそう、すネットフげえ。リックスオリジナルって入れれば見えるようになって、オリジナルを切れば見えなくなるっていう。めちゃくちゃおもろいな、それ。おはようございおはまようございす。ます。はい、七色家の朝のお時間でございます。やい。はい、七色家の朝です。くまこです。梅の市です。はい、というわけでございはい。ますね。今回この3人でやっていくんですけれどもね、はい。ちょっと今回はですね、ちょっとビッグニュースですわ、これはい。は。くまこさんがですね、ちょっとちょっとこれ、くまこの口から聞いた方がいいかなと思うので、ちょっとくまこに言ってほしいんだけど、ちょっとあれですね、とある能力を身につけたんですよね。頑張ったの。事の経緯話し合うと、七不思議さんと以前コラボさせていただいたじゃないですか。させていただきましたよ。で、その時に多分公開されてる動画内でも喋ってたと思うんですけど、ウーさんから見えなくなるスイッチのコツを聞きまして。そうですね。七不思議のね、お二人のうちのね、オオカミノブさんの方ですね、がですね、幽霊見える方じゃないですか。まあ、七不思議さんのことはね、知ってる方が多いかなと思うんですけども、そのノブさんが幽霊見えてしまう自分をどうにかコントロールしたいと思って、その霊感をコントロールする方法をちょっと熊子さんに教えますよって言って、教えてくれたんだよね、その時にね。で、なんかその時教えてもらったの何だったっけ、どんな内容だったっけ。で、ノブさんもヤスーさんがこれやってるからちょっと試してみみたいなことをおっしゃってて、で、それが自分のどこかにスイッチをつけてオンオフをするっていうイメージで見えなくしてるって言ってて、確かノブさんがその時に電気のパチンっていうスイッチをイメージして自分は見えなくしてるっていう言ってた。放送をやってて、で、ちょっと練習してみますっていう言っこたね、そういえば。とを。で、練習したんですよ。から車の免許そろそろ取りたいし、乗りたい車も見つかったんで、欲しいか、練習したんですよ。で、できるようになったんですよ。おお、すげえ。嘘でしょ？すごいじゃん。やりますやん。いや、出るこすれがはやん。もう偉大なる能力の開花じゃないですか、これは。おお、できたの。で、場合は、すげえテレビっ子っていうか、サブスクっ子だから、テレビを投稿して、テレビの電源でポチっていう、リモコンで、赤いボタンを押したら、バッて消えるみたいな、こっちの方が身につくかなと思って。で、そしたら、なんか、全然テレビが普通に見えるようになって。それ言ってたもんね、前、なんかテレビとかもさ、映画とかでもさ、ドラマでもさ、その幽霊が映り込みまくってるエキストラの幽霊たちがっていうのは言ってたもんね。そう。で、そこに悩まされてたんだけど、もう全然快適に見て、もうずーっとネットフリックス三昧、もうそこから。よかった。でもよかったね、本当もに。う本当によかった。それ戻せた、それ、スイッチ。戻せた、戻せた。で、スイッすチごい。オンにして、ヒロシと会うまでに、スイッチオフにしてたのね。で、スイッチオンにした瞬間に、おい、おいって、ここの距離で、おいって言って、いいですよ、目は。目の前におって、どうしたんだ、おいみたいな。肩見をえなつくかなっちまっまたのか、これ。れ。違うっていう。おもろすぎるでしょ。生まれて初めてやば。悲鳴あげた、ええーってなって、なんか じゃあ、だっヒたんロだ。シも見えんくなったってことか。全く見えなくなったの。あら、すげえわね、それ。すげえ。すごい快適とか思って。ヒロシ不安だったろうな、で、俺。まあ、不安だったろう、だよ俺。ね。違う人かと思ったってずっと言ってたんだ。俺、怖い人怖い、か確かと思に。ったって。今まで普通に喋ってたの期待さに。れまくってる。確かに確かまあ、というわけで、成功しまして。に。いや、すごいすわ。ごいっすね。初めてちゃんとホラー映画を見て、あ、こんなに透けてる人少なかったんだ、みたいな。で、実登は場映人ってる物人そんなこんにないなかっ少たなんかっだ。たんだ、みたいな。ホラー映画やっぱ映ってたね、結構。で、メンタリストの最後の方で犯人だと思ってたやつが透けてるやつだったみたいな感じのね。そんなあったすのぎね。る。重要だと思ってた人物が別に重要ではなかったっていうか、ただ透けてるだけだったみたいな。
そういうのがもうなくなったってことね。だからもうちゃんとしっかりオリジナルの映画を楽しめたっていうお話なんですけど、すすごいわ。ごいな。それ映画とかだけじゃなくてさ、日常その辺歩いたりとかしててもさ、そのスイッチピッてオフにしてる時はもう全然見えないってことなの。そうそう、見えなかった。見えなくて、すちなみにだけげえ。ど、話しかけてくるやつとかもいるわけじゃん。なんかこう、うんことか言ってくるやつもいるわけじゃん。そういうやつらも全然。でもなんかね、なんかいたらしいんだけど、で、試しに、なんつうの、練習がてら、外に出て、例えばここの10メートル間で、スイッチを入れないで行った時に2体いましたってなって、スイッチ消した時にその人たちが見えなかったら成功みたいな、してたのね。で、1回行って、で、なんかすごいボソボソボソって言ってくる人とか、追いかけてくる人とか、いたんだけど、で、なんかちょっとそれに反応しちゃってて、で、1回スイッチ切って、もう1回戻った時に、なんかいたらしいんだけど、そのまま素通りできて、で、スイッチをオンにして、見えるようにして、後ろパッて振り返ったら、めっちゃびっくりしてたの、その人たちが。今、俺、声かけましたよね、みたいな感じで、なんかすごい気づいてましたよね、みたいな。びっくりさせて、びっくりっていうか、その久保を驚かせている自覚があるので、みんな、そうそその人たち。う。軽くなるかね。一いや、なん回か通っ多てるからね。分、いつも通ってる時あ、そうにか。出会ってる人だそうか。から、そう、なんでこんな無視されるんですかみたいな感じですごい心外なんですけどっていう顔をされたから、多分成功。なるほどね。コミュニケーションが。あ、でもすごいね。じゃあ、効果てきめんというか。効果的。あら、これはちょっとだから、皆さんもね、多分七不思議さんの方でも、多分ノブさんが多分言ってるんだと思うんですよね。きっとそのオフの仕方とかっていうのはね、過去にも動画でも出てるのかもしれないですけど、ちょっとなんか効果ありそうなので、なんかもしね、霊感強いなって感じてる人、よかったら試してみるといいんじゃないかなと思うんですけどね。そのスイッチをイメージして、オフにするそうね。これさ、逆パターンってあったりするかな。例えば、普段、私とか、アメノイチが、スイッチをイメージして、オンにしたら見えるとかあったりするとかな。嫌なやつ？ でもちょっと練習してみたら、なんかトゥルコ見えるかもよ、七代さん。確かに。確かにそうだよね。そうね、私の背後連、トゥルコさんね。そう。七代さんのスイッチだったら、あれかな、パソコンの電源ウィンって立ち上げるのをイメージして。1個お願いがあって、今ね、これ撮影でも使ってるこのパソコンなんですけど、最近ね、普通にスッと、ね、電源をオンにしたらさ、普通入るじゃん。なんかファーンって入ってくるじゃん。で、普通に稼働するじゃん。パソコンとかブラウザ立ち上がったりとして。ファーンって言って、なんか、うーんってなって、もう一回、勝手に落ちるんかい。ファーンって言って、もう、連発してるから、多分ね、今のこのパソコンを見ながらそれイメージすると、なんか幽霊が見えたり見えなかったりする人になっちゃう。情緒不安定な人みたい。そう、情緒不安定な人になっちゃう。情緒不安定な。なので、ちょっとそれイメージだとやんない方がいいかなと思ってるんですけど、確かにね、なんか自分のでも、馴染みのそうあだよるね。スイッチとか使ってね、そういうイメージでやったらできるかもしれないね、もしかしたらね。で、今、もっとやりやすく、ネットフリックスに出て出てんっていうやつで、そう、イメージしてるもん、もう。あピッチじゃなくても。れね、この N のマークが出るマね。ークでね。ちなみにそれでもできるの？できるようになった。あ、強っ！ネットフリックスイメージしてできるんだ。ありがとうってなってる、もう本当に。めっちゃおもろい。ネットフリックスオリジナルだ。そうそう、ネットフリックスオリジナルって入れれすげえ。ば、見えるようになって、オリジナルを切れば、見えなくなるっていう。めちゃくちゃおもろいな、それ。ああ。それおもろすぎるからさ、これ動画撮影中に言うのもなんだけどさ、それサムネにして、まるで七不思議のノブさんから教わってないかのような感じで。こっちがオリジナルっていうことになる。最低なサムネ作ろうかな、ちょっと。失礼すぎる。ちっちゃくノブさんの顔入れて。おや。ちっちゃく七不思議さんから教わりました。ちっちゃくもう一行とかで。最悪。しかもそれをネットフリックスオリジナルにしたおかげで、あ、これはフィクションなんだって自分で心が軽くなったの、なんかもああ、でもそうだね。う。現実ではないみたいな。うちが言ってるのは、なんかドラマの撮影みたいなのをイメージしやすくなったから、より心が軽くなりました。精神的にいいかもしれない、確かに。確かに、ありがそうとうございね。ます、とのぶさんみたいな。なんでノブさん2番目なんですか？え、すごいな、でもそれ。
確かになんか、はい、そっか、でもオフにするっていうことに、オフにするっていうか、そのネットフリックスっていう例がまあ面白いけど、それでやっぱりそのね、あくまでこれ見てるものっていうのはドラマとか映画の世界と同じフィクションなんだなって思えるって気持ちのね、部分っていうのは結構すごい差があるじゃないですか、やっぱりそのね、そう思えるかどうかって。あ、そういうのも関係してくるんだね。うん。フリックスと相性超いいみたい、だから。よかったっすね、ネットフリックス大好きで。Hulu とか、あのディズニープラスとか、うん、で最初ディズニープラスでもやったんだけど、あれアニメじゃん、ほとんど。うん、確かに、うん。ネットフリックスとか、あと言うの、もし相性があるやつだったら、全部そっちの方がいいかもしれないけど。なるほどね。うん、なるほど。はい、というわけでございましてね、はい、今回はですね、ちょっと熊子がなんかスーパーな能力を手に入れたぜっていうところで、結構これ実はちょっと前からね、実はできてはいたんですけども、うん、そういえば動画撮ってなくねってのがあったのでね、ちょっとコラボした後に実はこれ結構早い段階で実はこれ分かったんですけど、ちゃんと動画で撮影してちゃんと説明したっていうところがほぼなかったかなと、配信にはちょっと言ったかもしれないんだけど、っていうのがあったのでね、改めて言ったっていう感じで、ただなんかその時からさらに進化してネトフリでオフできるようになってるっていうのが、ちょっとびっくりしましたけど。オリジナル。そうですね。よかったらね、ちょっと皆さんも真似していただけたらと思いますけども、よかったらね、今回の動画面白いと思った方、よかったらいいねボタンお願いします。お願いします。そしてですね、ご感想ですとか、もしくはね、こういう、自分もね、ノブさんとか安さんとかそういうところを教わってね、そういうのやってるんですよっていう人多分いると思うので、なんか、それで、なんか、うまくオフできたパターン、スイッチないし、スイッチ以外のものでも、もしある方はよかったらね、コメント欄にいただけたらと思いますんでね、ぜひぜひ。もちろんそれ以外の方もね、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。お願いします。そしてね、よかったらこれを機にね、七白家のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それじゃ、またね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。私はね、ネットフリックス最近カラオケ行こうっていうね、映画があるんだけど、よかったよ。あ、そうなんや。うん、なんか聞いたことあれば面白いやつ、綾野剛がね、イケイケなやつ。それは見たい。うん、それは見たいわ。行ってらっしゃるタイミングで普通の雑談するのやってもらっていいですか、ちょっと。撮影後の雑談ないですよ、普通の。まあ、みんなもね、よかったらそれおすすめの作品とかあったら言ってください。多分クマコが見たがると思うんで。はい、あ、そうですね。教えていただければ。はい。ではでは、いってらっしゃい。綾野剛大好き。